ボードガッシュエナジー劇場はアイルランドのダブリンのドックランズにある舞台芸術の会場。会場当時の名称はグランドカナル劇場。ダニエル・リベス・キンドが設計したボードガッシュエナジー劇場の正面グランドカナル劇場、または大運河劇場はアイルランド最大の固定席劇場であり、ロンドンのウエストエンドの主なショーを開催できる唯一の舞台を持っている劇場である。 ダブリンドックランズ開発局の使用に基づき、チャートランドのジョー・オライリーによって0.8エーカーの敷地に8000万ユーロで建設された。劇場の建設費は2006年にジョー・オライリーがダダから購入した劇場の両側にある2つの敷地の売却によって賄われた。そのため、オライリーはグランドカナル劇場と同様に南側のオフィスブロック、北側のオフィスブロック、 222の駐車場を建設した。ポーランド系アメリカ人の建築家、ダニエル・リベス・キンドは2004年にダダのために劇場を設計した。また、オライリーの計画を統合させるために劇場の両側にあるオフィスビルも設計した。ロンドンの RHWL とダブリンのマコーリーデオコンネルと協力した。二千七年一月に着工し、二千九年後半に、 完成した。主な受け負い業者は、ジョンシスクサンズで、エンジニアはアラップが担当した。ただによる、グランドカナルスクエアの広範囲にわたる開発には、別のオフィスブロック、五つ星ホテル、マーサ・シュワルツ設計の1万平方フィートの中央広場などが含まれていた。オーナーのハリー・クロスビー2007年1月に着工した際、ダブリンド・ドックランズ開発局は、 グランドカナル劇場を国やアベーザ、あるいはナショナルコンサートホールの新会場として提案したが、いずれも整備費用や規模に見合うものではなかったと報じられている。ダブリンドックランズを拠点とする実業家、ハリー・クロスビーの共同オーナーが2007年7月に、ジョー・オライリーから1000万ユーロで購入した。クロスビーは購入価格に加え、 アライド・アイリッシュ銀行から380万ユーロを借り入れた。その後、クロスビーはグランド・キャナル・シアターの管理契約をライブ・ネーションにリースした。2010年3月18日、ロシア国立シベリアバレエ団による白鳥の湖の公園でグランド・カナル劇場が正式に開場した。グランド・カナル劇場は電力会社のボードガシュエナジーとの6.5年間の 命名権の一環として2012年3月7日に正式にボードガシュエナジー劇場に解消された。2013年4月に国有資産管理庁によって完財手続きに入った。クロスビーの愛部劇場のローンは生に管されていたが、クロスビーは様々なドックランズ計画で生からより大きなローンを借りていた。生の完済人であるグラント,ソントンによる差し押さえには、 勝てなかった。グラント・ソントンは生のために劇場を管理していたが、ライブネーションは会場の管理と米国の商業用不動産サービス、及び投資会社のクバーとの販売サポートを続けていた。2014年9月、グラント・ソントンに代わり、アイルランドで裕福なホテル夫婦の一つである、バーニージョン・ギャラガー夫妻に2800万ユーロで売却された。夫婦はそれまで、 劇場やコンサート会場を所有していなかった。ライブネーションは会場管理者として残る。劇場内からの外の眺めボードガシュエナジー劇場は以下のような実績がある。上記のようにボードガシュエナジー劇場はイベントの約90%がウェストエンドのミュージカルや劇場のショーである。以下のウェストエンドショーが劇場で公演された。他にも 以下のような講演が劇場で行われている。ありがとうございます。